はい、こんにちは、ブルホスです。さあやっていきましょうか。バイオ8ダウンロードコンテンツ発売記念ということでね、まあ、前回パートからいろいろとね見て回ってはいて、で前々回ドナベニビエント、じゃあ前回かドナをぶちのめして、あ、じゃあ前々回だね。で今からちょっとマエストロの家に行こうかと思います。こっちで合ってるよね。敵って追加されてんのかな、されて情けだな。住居者不明につき侵入禁止。じゃあここ開けましょうか。楽器職人の家、マエストロ、お邪魔します。ここのね家にねなんかいろいろいたら面白いんだけど、そんなわけでもないんだね。へそくりをパクる。470じゃ何もできないんだよね。で、Happy Birthday 270917に、ん？当てる270917だね。 OK 270917 270 青0917。これありがたいよね、こう番号が合えばその場でもうね、すぐにスッてやってくれるっていうのが。で、どっかでナンバーはあの子の5歳の誕生日。うん、あの子の5歳、あの子の5歳の誕生日。あれ、そうなんだよな、どっかにまだアイテムが落ちてそう。じゃあなんかどっかでね、なんか光ってるんじゃなかったっけ。あれ、どっかでいろいろアイテムがあるはずなんだけど、ここいつもなんかね落ちてるようで落ちてないようで、落ちてるようで落ちてないようで、どっかになかったっけ。あれ、どっかにないな。でもなんかまだアイテムが落ちてんだよね。上をどっか打ったらなんか落ちてくるやつなかったっけ。これ全部なんだろうな、マンドリルだっけ。あーあーあー、あったわ、普通に埋まってたわ。クォーツ、オッケー、これでよし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 。で一応アルファがいるのかっていうのをちょっと覗きに行ってみようか。こっち行ったとって意味ないよね。あ、で、ごめん、こっちだ。あの、まだ井戸を開けてなかったから、もう普通にいると思ったわ。いると思ったけど、はい、って。ごめんなさい、今ちょっとカチャって変な音したと思うけど、あの、マイクに手ぶつけただけです。お気になさらず。準備は念入りに。とどめを刺すときは一瞬で。これ来たところだよね。ちょ、戻れないよね。オッケー。あれ？え？牛がいなくなってる。卵もったいね。PFC バランスが最高なのにな、卵ってな。よし。あの、筋トレする人には欠かせないからね、卵ってね、やっぱりね。最近体結構ごっつくなってきたんですよ、ありがたいことにね。わかる人が見たら、見る人が見たらね、ブルーホース体大きくなったねってすごい言ってくれるようになったんでね、まあ、ありがたいなと思って、なんかす、ちょっと待って。めっちゃ画面が重くなって、一瞬でパパパパパパパって言ったけど、こっちは特にないよね。じゃあこっち行って、井戸もあるし、あっち向かってみようか。そうだね。こっちは行った。で、こっち戻っていって、すごい、はあはあ言ってんな。そこも、このスケスケの、ね。で、井戸の。あれ、これも今、中、まだ、あれだね、BSAA のあれはないよね。二つ穴の組み合わせ。あれ？二つ穴って何かと組み合わせられるんだっけ？調べる。組み合わせ可能。あれ？これ何と何が組み合わせられるんだっけ？クォーツだっけ？ちょっとこれ調べるしかないね。秘宝。秘宝。高額換金。
さあここいるっけ。まだいない。まだいないね。やっぱ次戻ってきた時だな。オッケーオッケー、それが分かればオッケーです。もうね、どのタイミングでね、あいつが出てくるかっていうのがね、分かんないんだよね。なんだかんだで、あの攻撃力と破壊力と守備力と防御力、守備力と防御力が一緒だっていう意味では、あいつがなんかもう一切のこう攻撃をこう顧みずボッコボコにしばいてくるっていうところがやっぱ強いんでね、シンプルにね、ボスよりもね。じゃあはい、ガチャコン、鉄格子ドミ、あれ違う違う、これだ。で、早速出てくるんで気をつけないといけないんだよな。疲れてるのか、頭裂かれてるのか、お腹も裂かれてるのに、普通になんか生きてるんだもんね。これが不思議だよね。こんなやつにいきなり現れてた。これさすがにゴリスもさ、ゴリスと誰だっけ、レオンもさすがにこれにはやられると思うんだけど、おらら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 、あ、すげえ、見て、ガジュ、ほら、腹筋割れてんだもん。かっこいい。獣。はぁー。村探索しよう。そうだね。ここまだ全然探索してなかったから、変態カッパ野郎に会う前に、普通に村探索して、で、ここの取れるアイテムだけ取っていったら終わりにしようかね。調べる。傷が深い。長く持つのない。これの周りをあいつがうろついているのが聞こえる。あいつは自由にひるみもしなかった。俺の抵抗を楽しんでいる風ですらあった。あいつは普通の狼じゃない。だが畜生、もう少しだったんだ。水晶小屋まで行ければあいつはあの武器で仕留められたのに。小屋はもう目の前なのに。クソ、ひどく寒い。足に力が入らない。俺を許してくれルイサー。なんかモブキャラと同じ顔してるよね。うまっ。あ、ちょっと待って。OK、じゃあ上登っていこう。で、これ多分確か、ザコライカン。まあ、ライカン強いんだけどさ、普通に。が、いたはずだよね。いたはずなんだけど、とりあえずでもこっからは撃てんし、見ても、わかんないもんね。これでこっからさ、プッて打ったらさ、無理。さすがに無理か。これで来たら面白いんだけど。あ、なんか当たったっぽいぞ。ガオーって言ったよね。あれ？気のせいか。ガオーって言わなかった。よいしょ。あいつにうろうろされるのも鬱陶しいんで先に始末しときましょうか。ガオーって言ったよね。おお、危ねえ、やばい。まだいる。どっかでガオガオ言ってるな。ほい、これで終わりかな。こっちは普通に登っていって特に何もないよね。まあ、これがの最初の激戦を繰り広げた場所なんだけど、もうここにはさすがにあいて、うわー、もうなんかもうボコボコにされてるな。塞がれまくってんじゃん、おもろ。でここら辺を行くには、確か、なんかくる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 回さなきゃいけないやつがあったはずだから。お、あれ？あれ？ここなんか扉なかったっけ？戻ってきたら、砕かれてんな。そう。まあいいや。じゃあ、拾えるアイテムは拾っておきましょう。あーぶ、あーぶ、おー、鼻が長いのね。ガンパウダーも
長いのハンド感があんまり手に入らないよね。あ、普通に落ちたわ。もう こういう世界観になるともうわけわかんなくなるよね。何が起こってんのかっていうのが。スラッペイ。あれ、ここ確かなんか小麦粉かなんかなかったっけ。ないね。よし、じゃあ水車小屋で大金をせしめましょう。トゥ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 。えんや、そうそう。おい、2万レイ。で、これは炸裂弾だね。もういっか、じゃあ。よし、オッケー、次行きましょう。えんや、そうそう。沖縄、楽しかったな。こっち何も特にないね。実は沖縄に行ってきたんだけど、まあ沖縄に行ってきたっていう話はね、まあいずれどこかですると思うし、もしかしたら遊んだ様子を YouTube であるかもしれないし、まあそこはちょっとわかんないけど、気分次第。さあ登りましょう。とう！片腕で掴めるっていうのはね、かっこいいんだよね。片手でぶら下がるっていうのは、なんかいい。中身食べたらかもしれんけど、個人的にはすっげえ難しいんだよね。まだ行ってよ。甘いわ！カチャコンと外しとこうか。誰でも入ってくる。で、ここ行きたいけど、ここは行けないから。謎の生肉。獣の生肉、なんだ、謎って。どうやって謎ってなんだろう。はい。そしたら、早いかな、まだな。ちょっとどうなんだろう。わかんない。でも、これ先進んじゃうと、ちょっとなんか中途半端な感じになるんで、珍獣。あ、もう珍獣取ったね。はい。というところなので、一旦じゃあここで終了しましょうか。うん。特に組み合わせられそうなアイテムもないかな。だね。そうだね。で、ドミトレスクの鍵。ドミトレスクの鍵まだ持ってるけど、もういらないよね。はい。逆駅もいっぱいあるね。あ、これ、あと6個も作れんじゃん。どうしよっか。いる？いらないよな。スクラップ B。スクラップ B が4個しかないんだよね。うん、まあ、いいでしょう。ということで、え？真反対見たぞ、急に。まあ、ちょっと早いんですが、一旦ね、このパートで終わりにし、あ、このパートはここら辺で終わりにしたいと思います。ということでね、最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。またね、次回実況でお会いできたら嬉しいです。それでは、チャンネル登録ボタン、グッドボタン、お願いします。お疲れ様でした。バイバイ。